松本慶次郎は、千葉県大網白里市出身の元プロ野球選手、元社会人野球選手。小学4年時から、リトルリーグの大宮ライオンズに所属すると、後に全国大会へ出場。中学1年時に所属した大宮シニアでも全国大会に出場した。千葉兄弟付け高校への進学後は、当時監督だったジップ・ヨシケイの下で、3年時の夏に4番。 投手として選手権全国大会へ出場。ダルビッシュ有用する東北高校との3回戦に延長戦で勝利するなどの快進撃で準決勝にまで進出した。高校の同級生に井上雄介がいる。早稲田大学への進学後に当時の監督大竹厚史料の勧めで外野手に転向すると1年時の東京を6大学野球州キリーグ戦から 西右翼手に定着した。在学中にはリーグ戦通算で96試合に出場するとともに打率315日本類四打44打点38盗塁を記録。ベストナインに5回選ばれたほかリーグ史上27人目の通算100安打も達成した。早稲田大学での同期生に上本博則、西山田武志、須田光太などがいる。 その一方で、大学4年時の2008年には、第4回世界大学野球選手権日本代表に選出。この時の代表チームでは、大竹がコーチを務めたほか、早稲田大学の選手から上本、細山殿、2年後輩の斉藤祐希も選ばれた。主に3番打者に起用された松本は、予選リーグ6試合で2本塁打を放つなどの活躍で、 チームの決勝トーナメント進出に貢献。アメリカ代表との決勝戦では、延長12回表1し1.2類の右翼守備で、アンダーを処理すると、本類へのダイレクト返球で補い札を成立させた。しかし、このプレーの直後に1点を入れられたため、チームは0から1というスコアで準優勝に終わった。2008年の NPB ドラフト会議1巡目で、阪神タイガースと、 横浜ベイスターズから指名。重複指名による抽選で、横浜が独占交渉権を獲得した結果、契約金1億円、年俸1500万円という条件で入団した。横浜球団は、この会議で細山田を4巡目で指名。後に入団したため、松本と再びチームメイトになった。松本慶次郎の打撃ホーム DNA 時代の年月日。 横浜スタジアムにて2009年同じ新人の細山田、山崎のリと共に開幕から1軍登録され、2軍でも主に1番センターを任されシーズンを終えた。2010年開幕1軍を逃し、2軍で打率。310を残した後、シーズン終盤の8月19日に1軍昇格。9月25日に初本塁打を記録するなど、9月下旬からはスタメンで、 多く起用された。2011年序盤は、守備固めやダイソーを中心に起用されたが1軍には定着できず、2軍で打率。283を残した後、シーズン終盤に1軍最昇格。9月以降はスタメンでの起用が続いた。2012年登録名を、慶次郎にした。開幕を1軍で迎え、4月8日の広島戦で、タイムリーヒットを放ったが、この年は、 この1安打に終わり、自己最小となる18試合の出場にとどまった。12月27日に、大田アトサと、島村一期と共に登録名を本名に戻すことが発表された。2013年2年連続で開幕1軍入りを果たし、シーズン序盤は新外国人、ナイジャーモーガンの不振、荒波、ショーの故障離脱もありスタメン起用が見られた。しかし5月以降は、 月間打率1割台と不振に陥り、打外や主人の復帰や校長もあって出場機会が減少。それでも最終的には自己最多の72試合に出場した。2014年開幕1軍入りを果たすが数日でに軍に降格し、以降は1軍との行き来が続いた。大打率357と左の大打要員として活躍した。 チーム事情でプロ入り後初めて一塁一種での出場もした。12月4日、来シーズンから背番号が6から61へ変更となることが発表された。2015年前年同様、開幕1軍入りするも2軍との行き来が続いた。7月は打撃好調で同月13日には本塁打を含む4安打を放つなど活躍したが、次第に不調となった。大打率。 194と、左の代打としても活躍できず、結局2軍でシーズンを終えた。2016年前年同様、開幕1軍入りするも、約2週間後に2軍降格。6月20日に再昇格するも、再び約2週間で降格となり、以降1軍昇格はなかった。2軍では打率、244、5本類打の成績だった。 2017年5月と8月に一軍へ昇格したが、いずれも短期間で降格。一軍公式戦には13試合の出場で、主に代打へ起用された。チームは、レギュラーシーズン3位から、クライマックスシリーズの突破を経て19年ぶりに、日本シリーズへ進出したが、松本自身は、日本シリーズの出場資格を得られず、シリーズ終了後の11月5日に、 球団から戦力外通告を受けた。NPB 他球団での現役続行を希望していたため、2017年11月15日には、松田スタジアムの12球団合同トライアウトに参加。シートバッティング形式で4人の投手と対戦したところ、2三振を喫しながら、最後の打席で内野安打を放った。NPB 他球団からは獲得のオファーを受けられなかったものの、 新日鉄住金カズマジックが松本を受け入れる姿勢を示したため、新昭和に入社の上で2018年からチームに加入することとなった。同年は第89回都市対抗野球大会の南関東二次予選第3代表決定戦で決勝の得点を挙げ、1回戦の西部合戦では3安打を放ち、チームの初戦突破に貢献した。2019年の 第90回都市対抗野球大会では、チームでの出場は逃したものの、JFE 東日本の補強選手として、個人での出場を果たし、これにより一時的ではあるものの大学、プロ時代のチームメイトである須田と、再びプレイすることとなった。2020年は、外野主権コーチとして在籍し、同年のシーズン終了をもって、現役を引退した。ジップの吉慶は、 大美林高校の3年生だった1976年夏の選手権全国大会の優勝投手。明治大学への進学後も野球部で投手として日米大学野球選手権大会に出場し、その後は明治生命でプレーした後、高校野球の指導者に転じた。3歳下の実弟歩み己も慶次郎に続いて千葉京大付高校へ進学すると2007年の 第79回選抜高等学校野球大会に出場。当時のチームメイトに丸加工がいた。卒業後は、慶次郎と同じく、早稲田大学を経て日本通運に所属し、2017年までプレーした。横浜球団では、松本と細山田を2008年のドラフト会議で指名するまで、40年間にわたって早稲田大学所属選手の指名を見送ってきた。 太陽ホエールズ時代の1969年の NPB ドラフト会議で荒川隆を1位で指名したにもかかわらず、アトムズへの入団を希望していた荒川が入団を拒否したことから、1970年10月7日付でヤクルト・アトムズへの移籍を前提に荒川と契約したことによる。荒川は同年12月26日に金銭トレードでヤクルトへ移籍したが、 対応側が提示した前述の契約が当時の野球協約に抵触したため NPB では新人選手による初年度の遺跡を原則として禁止すべく協約を改定した。ありがとうございます。